和紙を下町さんの手段源さんです。今日はね、引き船に来てるのだ。駅シリーズもね、ついに最終回。下町探偵団のエリアにある駅は全部行き尽くしたのだ。東東が若干駅っぽくないかなって感じしたけど、まあ、だけど駅の名前の由来とか、電車の音がうるさいね。まあ、そういう駅の名前の由来とか周りとの感じとか駅のホームの感じは一回なんとなくやってるんで、東向島は一応クリア、東東は一応クリアと考えたらば、まあこれが多分最後だと思うな。で、引き船はなんだ、連結駅っていうか京成と東武と両方あるの。で、まあくっついてるわけじゃないんだけど、いいバランスでなんか町を形成してる、まあ、最後ってこともあって両方行ってみようかと思うんだけど、なんか引き船って言うと押上とか成平をちょっと北に上がったとこってイメージあるんだけど、実はね、もうここ明治通りなの。なんか明治通りって言うと結構北まで来たイメージあるよな、まあわしの中ではね。そこが高架で、ここから引き船駅だね。京成引き船駅。今ちょっと案内流れてて、京成引き船方面駅って言ってたけど、まあ実はそうなんだよな、多分。京成引き船駅に行くというよりも、京成引き船駅まで行く通路が長いってことかな。あれ、このエレベーターどこだ。あ、下から上に上がってきたエレベーターかな。うん、そうだよね。ここで終わってるもんね。そうだよね。やっぱちょっとあるよね、駅までね。なんか新馬場、京成の新馬場駅とかさ、わざと2つの駅を結んだりして、近い駅を2つ結んで1つの駅っぽく見せたりとか、なんかそういうのあるけど、これもそういうことなのかな。明治通りまで通路を作りたかったのかな、うん、明治通りまで続いてるっていうとなんか大きい駅っぽく見えるかね、うん、あれ、まだ続くのか。こんな続くんだったらさ、これにたくさんお店とか作っちゃうってどうなんだろう。まああんまり人通りないんだろうね、多分。まだ、あ、ここは、そこか、そこが改札で、ここは一回出口になるんだね。うん、あ、やっとなんか店ができてきた。歯医者さんだ。東武線はね、入場券あるんだけど、京成はあるのかな。あ、あるね。お求めのボタンに触れてください。お金入れなきゃダメか、当たり前か。会員にご用心をお客様はインターホンをご利用ください。なんかちょっと広そうに見えるね、京成引船駅。あれ、そこでもう終わり。なんかある意味珍しいってか面白いな。そこが東口の改札、そこが西口の改札。あっという間。
で線路は上の方に2つつながってるんだね。変わってるね。エスカレーター加味してね。ちょうど電車来たところかな。月船はでも連絡駅ってこともあって結構大きい駅なのかな。急行とかいろいろそういうタグが止まるのかな。船が見つからない。あった、隣の押上駅が広いからな。連絡駅だけどここは鈍行の駅だったんだね。まあ京成はね。東武はどうだろう。ホーム自体は普通、こんな面白いわけでもないか。もう夕方なんでいい感じで街が黄昏れてるね。こっちの東の方、東の階段あるんだね。なんだ、気づかなかった。こっちエスカレーターないんだ。さっき上りのエスカレーターがちょっとまずかったな。エスカレーターに乗って前をスカートの女性が歩いてるところはいろいろ問題の種というか間違われる元になるんで。ああ、改札のすぐ横にあったんだ。全然気づかなかった。あ、だけど西口のエスカレーターのすぐ近くなんだよね。面白い駅だよね。あまり2つ階段を作る意味があるのかなとか思っちゃうよね。もしとりあえず京成出よう。出た。出口を出てまた階段。まあ高架にしたんだろうね、踏切問題的なやつをクリアしたというか。でもなんかまだそうだよな、左の方の空き地見てもわかるけど、一本大通りに出ると結構賑やかなんだけど、引き船のあたりはまだちょっとパッとしないよな。こういう洋華堂とかね、大きな商業施設はあるんだけど、ガード下にちょこちょこっとお店がある程度。
ぱランドマークはイトーヨーカドーかな。引き組みって言ったらやっぱり目立つもんな、大通りに面してて。大通りのイメージない？あ、ネズミ捕りだ。何やったんだろう。足も気をつけよう。引き船駅編、なんか結構あっという間に時間が経ってしまったのだ。まだね、東武線の方も行ってないしね、まあ、今回駅シリーズ最後ってことだから、まあ、初めてかもしれないけど日本撮りにするのだ。そういうことで駅シリーズ引き船編、明日の後編お楽しみに。これでいいのだ。